新時代の金作、ハルマチリキです。本日はですね、道具プリンターの乱数を紹介していきたいと思います。まあね、今話題沸騰中のね、この方法なんですけど、まあ、このね、道具プリンターがスイッチ本体の時間によって何が出るとか、まあ、あとね、道具2倍チャンスとか、レアボールチャンスとか、まあ、その辺何が出るかっていうのが決まっているということで、まあ、そのね、時間を設定してあげた上でガチャを回せば、まあね、欲しいものが手に入るということでね、まあ、今回ね、金作に役立つ、まあ、秒数などなどを紹介しているので、まあ、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。それでは解説の方へどうぞ。よし。じゃあまず道具2倍を設定するためにこの時間を2022年1月1日の0時5分、まあ、こっからね5秒でプリントしないといけないんで、こっから全力でいきます。ほい、よーし、これはもう最速でしょ。さすがにいけてるはず。これ一連で OK ですね。これですごい傷薬が出れば成功のはず。よし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 、これでいけてるはず。よしよし、すごい傷薬4個。 OKOKOK、 道具2倍くる。 OK、 いいね。でここで、まあ、1回閉じないとねそのまま乱数が生成されちゃうんで、閉じてまたちょっとねすぐ話しかけられるとこにスタンバっといて、で次はパッチを引くための時間設定で、2019年の4月17日の19時2分。で、こっから7秒です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7。まあ、大体でいいから。大体で。で、ここは、ここは5連ですね。一応なんか出るやつが、上5個にパッチが3つ詰まってるんで、まあ、一応もう1個出るんだけど、10連だと。まあ、5連がか、一番ね、効率いいかなということで、今回は5連で引いていきます。これで出るはず。ずれてなきゃね。頼むぜ。ほい、よしよし、金ね、金。いけそういけそう。ほい、オッケー、まあ、出る位置も一緒なんでね。はい、これで特製パッチが3つ。まあ、合計ね、12個手に入ると美味しすぎる、マジで。で、これね、5連でやるところのいいとこが、この、ボールチャンスとか、このレア道具2倍か、道具2倍チャンスって、10個引くまでは継続なんで、10連1回で引くより、この5連5連で引いた方が、パッチが合計ね、24個手に入るということで、めちゃくちゃ効率がいい。はい、いかがだったでしょうか。いや、これでね、しっかりと金作マスターできたんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、5連でパッチが16個手に入る。まあ、4箇所ね。4箇所パッチが出る方法もあるんですけど、まあ、ただそっちだとちょっとね、待つ秒数が長くて、まあ、大体ね、30秒弱待たなきゃいけないので、まあ、なんかストップウォッチとかも必要になるし、まあ、こっちの方がね、簡単で、かつ、1回の周回も短いっていうところで、まあ、やりやすいかなっていうところで、今回はこちらの方法を紹介しました。まあ、皆さんね、金作困っている方も多いかなと思うので、まあ、ぜひね、実践してみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。